今日も JR 四国をお降りくださいましてありがとうございます。特急四万十三号高知行きです。これから先止まります駅到着時刻、車のご案内です。次は坂出です。7時37分の到着です。2つ7時45分、有亀7時51分名護津7時55分、善通寺8時ちょうど、琴平8時5分、川池田8時28分、大保険8時47分、大杉9時6分、小瀬山田9時26分、五面9時31分、高知9時39分、終点高知9時39分の途中です。先頭6号車の後ろの車7号車です。6号車はより1番から7番席の席に入れて、青色の枕カバーで表示いたしております。お出しでご利用ください。以上ともキーニングでです。車内で E といっても ES です。携帯電話スマートフォンで基本的になるか、マナーモード等に切り替えていただき、ご詳細コメントでもぜひご利用ください。乗車券特急券お持ちでないお客様乗り越し行くだけ券もご用ございましたら、後ほど車内改札に入りますお知らせください。次は坂出に止まります。
走行中機です。お乗り場にご乗車をお待ちください。発車いたします。ありがとうございます。この列車は、5時から5時、3時、5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 時
まもなく打たずにつきます。堀口左側です。岡山からの南部1号とつなぎます。連結が終わりますとドアが開きます。連結の際には列車が少し揺れますのでご注意ください。列車が少し揺れますご注意ください。
いたしました。特急南風1号四万十3号高知行きです。まもなく発車をいたします。2つ出ますと丸亀、多度津、善通寺、琴平、淡池田の順に止まってまいります。まもなく発車です。丸側にご注意ください。
ございます。この列車は特急南通1号四万十3号高知駅です。次は貨物に止まります。次は全通
通時に止まります。ご注意ください。
琴平の次は淡池田に止まります。
間に着きます。穴吹徳島方面はお乗り換えです。淡池田の次は大ボケに止まります。ご乗車ありがとうございます。まもなく淡池田でございます。それ口左側です。2番乗り場の到着です。穴吹鴨島徳島方面をお越しのお客様お乗り換えです。特急列車徳島行き次第4号お隣3番乗り場から8時33分の連絡です。特急列車の徳島行きはお隣3番乗り場です。この列車は淡池田出ますと大ボケ大杉小佐山田五面大城順に止まってまいります。ありがとうございました。淡池田に着きます。
いをいたします。ただいま左側に見えております川が四国三郎の名で知られる吉野川です。この辺りから約8キロにわたり土山線で最も景色が美しいところです。ただいまご覧いただいているのが小池町です。長い年月水による浸食で変化に富んだ渓谷美を作り出しています。しばらくして列車が鉄橋を渡りますと右側に大ボケ橋が見えてまいります。トンネルがございますがしばらくの間ご覧ください。鉄橋を渡りますと川の流れが左側から右側に変わります。まもなく鉄橋を渡ります。電気下をご覧ください。大ボケ渓谷が見えてまいります。大ボケ渓谷ではやめなくなりが行われております。
は閉まります。ご注意ください。
は岡山田に止まります。
ります。岡山田の次は御免に止まります。ご利用のお客様はお乗り換えです。
ごめんなさいは終点の工事です。ごめんです。降り口右側2番乗り場到着です。ごめん、中里線の一夜先方面をご乗車、様子の理解。通り車中里行きは9時43分。階段を渡りまして1番乗り場へお回りください。中里行き1番乗り場から発車です。ごめんを出ますと7分ほどで高知に止まります。
終点高知に行きます。久保川、福野方面はお乗り換えです。お降りの際はお出口とホームの間が広くなっていますので、足元に十分ご注意ください。お待ちしております。 We are stopping at Terminal 2 at